皆さんこんにちは。今回は、Q10 でねお買い物したコスメが続々と届いておりますので、そちらをねご紹介していこうと思います。よろしければぜひ最後までご覧ください。まず一つ目は、こちらの、イザノックスの、クッションファンデーションなんですが、こちらの毎年ね桜のエディションが限定で出ていまして、今年の2019年バージョンも見つけましたので早速注文しました。はい、今回はねこんな感じの素敵なクッションのケースになっています。毎年ね桜といってもいろんなこうデザインがあったんですが、今回この立体的な、ここわかりますかね、この透明のこの花びらというんですかね、すごくねこう何とも言えない表情のデザインになっています。でここはピンクベースになっていて、凹凸感がね結構これぐらいしっかりあります。こちらのクッションはもうあのコレクションとして私が集めているっていうだけなので、タッチアップとかはしないんですけれども、こちらと、あとあのこの箱の中にはねリフィルも一つ入っていますので、こういうね素敵なデザインのクッションが ありますので、気になった方はねぜひ Q10 でチェックしてみてください。そしてもう一つはねこちらの、これもねインスタにね結構アップしておりましたが、アイムミミの、ヒドゥンカードパレットというねアイシャドウパレットが出まして、もうすぐね注文していたんですけれども、こんな感じのねカードサイズのアイシャドウパレットなんですが、これねトランプをイメージした、アイシャドウになっていて、はい、で中のこのパレットなんですけれども、まずねこれ面白くないですか。レンチキュラーっていうんですかね、この角度でここがね変わるっていうこのパッケージになっています。ドランクインラブっていうロゴと、こちらはねこのハートの2番のトランプですね。ラブって書いてあるんですが、これ3種類ありまして、色がまあ3色展開なので、私はねこのハートのね、ピンク系の、ラブカードっていうものを選んでみました。で中はねこんな感じの、9色のアイシャドウと、こちらがねフェイスカラーが入っています。最近私がよく集めているあのくすみ系のピンクとかブラウンが入ったあのパレットになっていますね今回も。でまあ6色ぐらいね今塗ってみたんですけれども、ここがあのフェイスカラーのこの部分なんですけれども、ちょっと分かりづらいかもしれないですね。ほんのりあのピンクがかったようなベージュカラーになっています。であと、まあ、こういうね、グリッターのこの辺はメタリックな感じですけれども、全体的にあのすごく優しいブラウンカラーとかコーラルカラーが中心になったパレットになっています。これはもう毎日あの定番でずっと使えるような色合いになっているので、3色展開の中では、まあ、あのすごく優しい雰囲気のパレットになっているかなと思います。あとあのブラウン系とでちょっとこう赤を基調とした、レッド系の、ね、パレットもあります。私アイシャドウとかは普段持ち歩きませんけれども、あの持ち歩きしたいっていう人にはすごくね、あのこういうカード型ですごく小さいので、そういう意味でも便利じゃないかなと思います。もう何よりねこれ見た目がもう面白くて可愛いですね。そして続いてはこちらです。これもね新しく出たばかりの、ミシャのグローシリーズのアイシャドウパレットを早速購入しました。はい、このパレットがねこんな感じの丸いパレットで、一見こうクッションファンデーションとかこうパウダーファンデーションっぽい感じの見た目なんですけれども、結構サイズ感は大きいです。で開けると、はい、こんな感じのすごくね可愛いあの色合いがねこう丸い形の中にこう収められていて、で鮮やかなあの色合いと、あとこのグリッターのきらめきで、この真ん中はあの私が大好きなあのグリッタープリズムシリーズのモダンシャドウ の感じを彷彿とさせるような、アイカラーが入っています。こんな感じでちょっとこうレイアウト通り塗ってみました。周りに8色の色味と、で真ん中のねこのグリッターのこうキラキラした偏光パールみたいな感じのものになっていて、全体的に結構オレンジが強い感じの色合いになっています。結構ね濃いピンク色に見えるかなっていうのも、塗ってみるとグリッター感が強い感じになっているので、あのこのパレットはこのマットの
色合いですかね、が結構発色がすごく鮮やかな感じになっています。もうこの真ん中のここのカラーは、ピンク、ベージュ、あとグリーンっていうんですかね、この3色が角度でちゃんとねこう見える感じがすごく綺麗です。まあ、これだけ色があるので、こうピックする色によってアイメイクね、いろんな、仕上がりを楽しむことができるので、もう春にぴったりなアイシャドウパレットじゃないかなと思います。もう全くこうくすみ感がない、あの鮮やかな、色合いのパレットになっています。はい、そして続いてはこちらですね。はい、もうこれかなりテンションが高いんですけれども、先ほどのね、グローパレットと同じお店で買ったミサの新作、まあ、新色になるんですけれども、こちらのモダンシャドウのグリタープリズムシリーズから、新しくね、5色が加わりましたので、早速注目しました。今回の5色は、やっぱりこう春らしい感じのこう明るい色合いになっているんじゃないかなと思いまして、その中でもね、このラベンダーカラーが出てきたのがすごく嬉しいんですが、まずはこちらのカラーですね。なんといってもこのアイシャドウは宝石のね、原石を見ているような感じのデザインになっていて、すごくね、美しいんですよね。で、こう指でここでこうちょっと混ぜながら取って、で、混ぜるとね、ちょっと表面がもうちょっと崩れる感じはあるんですけれども、ちょっと塗ってみましょう。はい。あー、すごい綺麗。白みの強い、パールラベンダーがベースになっていて、光に当たるとこう面で光るような感じですね。で、薄く伸ばすとこのグリッターがもう少しこう際立つ感じになるので、なんとも言えない綺麗なカラーですね。で、少しオレンジが入っているのかな、こうベージュっぽい感じの色味も入っているので、意外とこう目元に塗っても変な白気がしない絶妙なブレンドになっています。で、二つ目のカラーは、こちらはね、ちょっとこう、ピンクが入った感じの色も出ていました。でもね、こう見た目もそうなんですけど、塗ってみるとまた発色が想像をこう超えてくる感じがあるので、こちらも塗ってみると、はい。全然違いますよね。結構ピンクが出るかなと思いきや、塗ってみると、意外と、イエロー、あとグリーン、で、少し優しいコーラルピンクのグリターが入っているので、これも見た感じ面白いですよね。さっきと全然光り方が違います。これはね、肉眼で見ると、本当に細かい一つ一つのグリターのカラーがこうキラキラして、ちゃんとこう色として認識できるので、本当に美しいカラーになっています。続いてはね、ちょっとこちらを見ていこうかなと思います。こちらはなんか白と茶色と、あとね、こう赤っていうんですかね、ちょっとこう強めのオレンジが入った見た目になっています。で、塗ってみると、はい、こんな感じです。やっぱりこう赤ですかね、ちょっと強めのオレンジレッドのグリッターがベースでキラキラするんですが、ブラウンがあるんですよ、その隣にすぐに。なので、角度によって、ここは今、薄いベージュブラウンに見えるんですが、光に当たると、ここがね、ちょっと赤っぽく光るっていう感じで、まあ、デュオクロームプラスグリッターっていう感じで、これも面白い光り方ですね。まあ、このアイシャドウを見ているだけでは想像ができないような発色です。そして次のカラーはこちらですね。さっきと似たようなベースなんですが、今度はね、このブルーが見えてるんですよね。これも楽しみです。はい。こちらはこんな感じです。おー、すごいですね。これも見る角度によって、今ここが青みのグリッターがすごい綺麗に見えます。でも、こう見ると、この辺がね、茶色っぽく見えますよね。これも面白いですよね。で、このブルーの感じが少しオーロラカラーのこうマーメイドブルーっていうんですかね。そんな感じのブルーの光り方をします。単純なこう青っていうよりはすごく白に近いペールブルーの光り方ですね。そして最後はこちらですね。今度はね、グリーンが見えてるんですよ。わー、すごい。はい、こんな感じです。グリーンというよりは、
黄緑っていう感じです。玉虫カラーっていうんですかね。でベースのねこの茶色い感じはさっきと似ているんですが、こう光に当たった時のこの何とも言えないイエローグリーンっていうんですかね、これもすごい綺麗ですね。今回の5色ちょっとやばいですね、全体的に。まあ、グリッター好き、さらにはデュオクローム好きな私にはもうたまらない5色ですね。はい。と、まあ、すごくね、テンションが上がった、グリッターのキラキラのアイシャドウだったんですけれども、こちらもね、新しく出ました。今度はね、ホリカホリカのピースマッチングシャドウの新色を、早速ね、注文しておりまして、今日届きました。このね、ピースマッチングアイシャドウもね、すごくね、プチプラなんですけれども、見た目も可愛くって、この単色のアイシャドウすごく好きで、よく集めています。ではまずね、こちらの、カラーからいこうと思うんですが、ピースマッチングアイシャドウも、マット、グリッター、あとシマーとかね、いくつか、こう、発色のね、種類があるんですが、今回はマットのカラーにラメが入ったというシリーズのものになります。見た目はね、こういう感じで、こう、キラキラした感じになっています。まず一つ目のカラーがこんな感じです。すごくね、発色は優しい感じのイメージですね。まあ、マットなので、まあ、これぐらいかな。で、中にこう、ラメがキラキラした感じになります。まあ、さっきのね、ミシャのような、こう、複雑な発色ではないんですけれども、よく使いやすい感じの色展開になっていると思います。2色目はこちらのカラーですね。こちらは使いやすいちょっとこう赤みがかったようなブラウンカラーに、こちらもラメがほんのり入っている感じです。3つ目はね、こちらのカラーです。はい、塗ってみるとこんな感じです。柔らかい発色ですよね、こちらも。で、シルバーのラメが入っています。ちょっとこうぼかして塗ったりすると、本当にこうアイシャドウのこうベースとして使えるカラーかなと思います。で、最後はこちらのパープルのカラーですね。はい。こちらがこんな感じのカラーになっています。なんか意外とラメは、ちょっと私のこの今手の甲が結構乾燥しているので、ラメがね、思ったよりもちょっとつかないかな。指の方に結構しっかりついています。まあ、こんな感じのね、淡い4色の色合いになっています。まあ、2つとかね、こう2色こう合わせて使うルックが紹介されていましたので、まあ、そういう感じでもいいですし、単色でも十分アイメイクとして成立するんじゃないかなと思います。はい。ということで今回は Q10 でお買い物をしました、春のね新作の韓国コスメをご紹介いたしました。もう全体的にまた今回も色味がこういう感じのピンク系になって揃っているんですけれども、今回 Q10 の、韓国コスメブランドのこの公式ショップをですね、使ったお買い物が多かったんじゃないかなと思います。ぜひね、皆さんもね、こういう韓国コスメすごくいいので、お買い物を楽しんでいただけると嬉しいなと思います。それでは今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。